人の欲、裏に道あり、花の山と言いますけどもね、即可塾のここでございます、えー。私のやっている方法とかね、吉谷さんのやっている方法は確かにね、王道ではないですよね。王道ってのは何かっていうと、商品をセールスしようとした場合、その商品の属性の強い、そういったね、動画コンテンツ、無料コンテンツをいっぱい作っていって、えー、どん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 顧客を教育していって、最後の商品のセールスまでに持っていくって形ですけども、まあ、私は吉谷さんはね、そういう方法を用いることもありますけども、 まあ日々ですね <laughs> もうすべてのジャンルでこのコンテンツを作っているという形ですよね、まあ、はっきり言,って言いたいことを言ってるし、うん、言いたくないことも言ってるしみたいな感じですよねで全てのジャンルに、えー、SEO をかけていくっていうそういう発想かもしれませんけどもこれはねはっきり言って王道ではなくてまだ、あのー、人のお行かない道なんですよねもう山裏の道っていうんですかね、えー、の人,のや人の行く裏に道あり花の山ですよね、まあ、そういいった形で、えー、いつもね あの私たち考えなきゃならないのは誰かがやってる方法を真似してやるんではなくてもうそれも大事なんですけども誰も通らない道を通ってみるってことですよね。 誰も通らない道え皆さんがね多分あの情報コンテンツを買った時に多分コンテンツの通りにやると思うんですよ。それは必ずしも悪いことではないんですけどもじゃあそれをやったところでね他の人もその同じ方法をやってるっていう時にややっっっぱ等競争ににに巻き込ままれるるためにそのコンテンテツをやるってことになっちゃいます私たちはビジネスをやる時にできればライバルが少ないところがいいですよね。 ライバルが少ないところをやろうと思ったら、まだあこう開拓されてない道を行ったりとかですね、まだ確立されてない道を探していくっていうのも一つだと思うんですよ。その私が一番得意とするものが凡事徹底なんですよね。継続するっていう、このね、単純で一本道をほとんどの方が避けて通ろうとして、ノウハウだとかツールだとかね、そういったものに行っちゃうんですよ。ノウハウツールが全くない、ただ動画をたくさん作るだけ。 そしてその動画でファンを作ってそのファンの方にまあ商品を売っていく届けていくって形っていうのは、まあ、王道ではないけども一つの成功法則としてね試すべき価値があるんじゃないかなと思います、えー、今回は以上です